汚いです。本当に汚い。臭い。ちょっと危ないやつです。キャリーケースの中から何ヶ月も前におにぎり出てきたこともあったし、で、ハエも一緒に出てきた。ペットボトルとかも飲みかけをずっと放置して、なんかカビてたって言ってました。キッチンとかのシンク、あそこに服詰め込んでるし、髪の毛で床見えなかった。床見えないし、黒いしみたいな。とんでもない巨悪の存在が明らかになった。 AKB グループ汚れアイドルナンバーワンはこの女だ。 AKB グループ一の汚れアイドルの正体は谷まりか。谷まりか。谷まりかちゃん。谷まりか。谷まりか。谷まりか。すごい。幼稚園の幼稚園がすごい動画だった。我々はすぐさま女の自宅へ急行。ちょっと待って、ちょっとカオスさんじゃない、あれ何意味不明な言葉を発する容疑者。カオスさんじゃない、カオスさんじゃない、嘘つきます。え、マジで言ってます？え、嘘でしょ？本当に明らかに挙動不審。お気づきだろうか、入り口にうごめく悪の気配。ガチのやつだ。ちょっと待って、本当にこれはね、やばくない？ちょっとどこ取れんの？やばくない？足の踏み場もないと、まさにこのことである。嬉しいな、それ塗りっぱなしてるんだ。キッチンだよね。やばいやばいやばい。これなんて今度でしょ。これ4号機です。はい、洗濯しました。その時にちょっと溜まりすぎてどこ置こうかなと思った結果、流しよ、料理、あ、それが名古屋に来て6ヶ月なんですけど、料理一度もしたことないです。やばい、それそうでしょうね。この状況で笑うのは正気の沙汰ではない。戦闘機のアホのケト組が共存している。風呂場にもケ、そして洗い終わったタオルにも毛が付着している。洗ってないじゃん。ちょっとガサツ。しかしこれはまだ序章に過ぎない。そしてついに悪魔の住処に突入。マジでこいつ。ごめんなさい、ゴミしかないんですか？いつもここで一人で干しながらテレビに向け携帯をいじって、その時我々はある黄色い液体に違和感を覚えた。はい、これは1週間前に飲んでたオレンジジュースです。うわ、やばい。もう飲んでるんですか？え、捨てるときにやっぱ匂うじゃないですか、草だとか。そういうのが怖くて、ちょっと待って、草のお前果たして想像通り臭いのだろうか。臭い、やばいっていうものを置くんだからね。腐敗臭が部屋中に広がる。恐ろしい女だ。こんな中で生活するのは容易ではないはず。ちょっと待って、何これ。何、これはいつ爆発するかわからない、パンパンに膨れ上がった爆弾ドリンク。新しいデザインのペットボトルじゃないわ。いつもです。覚えてないです。誤解されちゃうかもしれないけど、確かに部屋は汚くても寝る場所さえあれば大丈夫なんです。軽い気持ちで始めたガサツ行為、今さら後悔しても遅いのだ。衝撃、かなり衝撃映像。うわ、やっぱ可愛らしいお姉ちゃんたちの家がさ、あれってちょっとね。でも放送しちゃいけないぐらい汚いじゃん、ね、お風呂のとこの排水溝ね。あれ映していいんですね。本当オレンジジュースとかもさ、なんか白くなってましたね、カビみたいな。パンパンの、あれ怖い、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 新デザインだね、ペットボトルが。怖い、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 怖い
HKT から最近 SK に移籍してめちゃくちゃ頑張ってるって、今ファンの方からも人気がどんどん上がってて、かなり本人にとってダメージがでかすぎるんじゃないかって。いや、いい子なんだけどね。いや、めちゃくちゃいい子なんですよ、ね、頑張り屋で、いい子なんだけど、あの頑張り屋って言って